てね。必ず。はい、どうもホルモンです。はい、今回はですね、まあ結局 YouTube 始めたばっかりなんですけど、ホルモンって結局どんなやつなんみたいな感じで思われると思うんですよ。最初の動画で説明したカメラマンと編集をしてくれてる子が今日カメラ持ってくれてるんですけど、今回紹介します。名前は岡くんですね。はい、よろしくお願いします。はい、で岡に、とりあえず何個か質問を考えてもらったんで、もう僕も聞かされてないんでちょっと何が来るかドキドキするんですけど、抜き打ちです。抜き打ちでちょっとそれに答えていこうかなと思うんで、お願いします。お願いします。はい、ま、早速、まあ、いきなりね質問やっていくわけなんですけども、はい、こうね、人間みんな幸せを感じる時があると思うんですいきなりなんか復活そうな、なんか話ですけど、何をしている時が幸せですか。そんなん、そういう質問か、そういう感じな。なんか好きな食べ物はとか来ると思ったけど、そっち系なんやな。なんかね、好きな食べ物ってね、そんなん誰が知りたいんですか。確かに知ったところだよね。まあ、そう、この質問も似たようなもんではあるんですけども、まあ、あえてそうやな、一番幸せを感じる時やろ。はい、でもベタかもしれんけど、ほんまに飯食ってる時が一番幸せなんやな。めっちゃベタやねんけど、はい、食欲で一番って言われると、はい、そこになってくるんやけど、そんなん結構幸せ感じることって多いやん人間普通のその実生活ですね、幸せに感じますよね。そうやな、まあ何やろうな、でも強いて言うなら、何やろうな、一発目から悩ますな。ね、いきなり重い質問なんですけど、いやちょっと変化球すぎて予想しなかったな、そこはね。え、抜き打ちってこういうのがね醍醐味ですよね。そうやな、一番幸せを感じる時か。まあ食欲が、まあそうやな、ね、そこなってくるけど、そうやな、何を食べてる時そこそう、奥に行きますけど、俺は結構中華系が好きやねんけど、はいはい、麻婆豆腐好きやな。ね、僕、それご飯のせたいです。いや、もう乗せよ。それは乗せよ。もう、終わったらね、食べに行きましょう。そやな。マクドナルド食べてましたけど。あんなもん、腹二分目ぐらいしかないからな。でもさっきのマクドも幸せやった。あ、ね。そやね。常に幸せを感じれる。そうやな。燃費のいい男です。でも、まあ一番、これから幸せやと感じるのは多分、みんなチャンネル登録してくれるときかな。こう、確認して、チャンネル登録が増えてたら多分一番幸せ。絶対それ。めっちゃメンヘラみたいじゃないですか。いやもうメンヘラよ。ね。YouTube している人はみんなメンヘラ。ほんまに30分に8回ぐらい見るかもしれない。それぐらい気になると思う最初は。いやほんまにそう。増えんかったら怖いもんな。泣きそうになります。そうやね。まあ、そんな感じですかね。とりあえず。お、なんとこれ1問目。クリア。クリアですね。ありがとうございます。はい。で、まあなんかすごいさらに普通の質問来るんですけど、うん、宝くじって買ったことあります？まああるよ。そんな数はないけど。ね、宝くじ、うん、もし当たったら。ああ、また。ビッグドリームやな。ね。うん。この YouTube してること自体もビッグドリームのような気しますけど。まあ、うまくいけばな。ね、うん。それはちなみにいくら？その当たったっていう額は。なんかよくある、うん、なんか年末、ジャンボ宝くじってやつですか。はい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 、あれ何億円やろ。ね、キャリーオーバーってやつがすることによって金額変わりますよね。うん、俺その年末ジャンボの金額が全然わからんぐらい、はい、宝くじでそんな買ったことないんやけど、はい、まあ大体あれ10億円ぐらいだっけ。ぐらいですかね。なんか7億とかなんかよく言いますよね。ロフト6とかなんかみんな言われる。そやな、まずはあれやな、家買うかな。あ、なんかめちゃめちゃ普通の。まさかの家ですか。まずは家と車。はいはいはい、はもう確実に買うかな。あとそれって、うん、なんでですか。いや、シンプルに今住んでるとこがもう古いし、あまあ、なかなかそんな人生生きてて家建て替えれるチャンスなんかないや。
間違いないですやろ。だからまあそうやって宝くじがもし当たったとすれば、まあ家建て替えたいのと、はい、まあ、ついでに車もう負けぐらいの感じで、あ、ね、うん、もうステータスとまでは言わないですけど、せやな、ね、あのちょっとこう一時昔のね男のステータスと言われて、発想が10代みたいな、でもね、懐かしい、なんかね中2やん、もうそこはなんかもうこういうことしてる時点でね、もう頭の中はね、まあバグってるからな、なんかね、あのこうやってね喋ってる僕も人のこと言えないんですけど、ちょっと変わった人間じゃないと無理よなこれ。絶対無理です。なあ、自分で言うのもあれやけど。間違いない。頭のネジが1個外れたようなね。なあ。まああのドラえもんみたいな感じですけど。そうやで。まあそれ家と車やろ。あとはまあなんか会社するかな。ああ、ほいほい。会社する。まあそこに何の会社かっていうのはまた何もいきなり聞かれたから何もそんなビジョンはないけど。はい。まあでもそんだけ資金あるやったら結構もうしっかりとした会社をめちゃめちゃ時間かけて考えてやりたいかな、はい、事業を起こす、そうやな、うん、ざっくり言うと。でもなんかこうせっかくのチャンスという名のね切符ですからね、うん、そのロト系の宝くじが当たった時にね、多分そんなんが当たったからって言ったら豪遊はそんなせんと思う。ちょっとはそうかもしれんけど、ね、こういうまではやっぱなんか保守的になってまうかな。ああ、はいはい、守りに入っちゃうと。うん、で、何残ったお金、はい、いくら残るか分からんけど、あとは投資したい。ああ、投資、そのまあある程度こう安定したお金が、そうやな、ね、返ってくるようにするというか、うん、やっぱ金がないと金って生めへんやん。間違いないです。そう、でも少額じゃ別に無理やん。それこそ競馬で一発当てるとか宝くじ一発当てるとかしか無理やから、もうでかい額をドーンと投資してそのもう利回りの利益だけで生活できたらもう最高やな、はい、もうね、しかも会社もあってもう安泰やん。楽しいことしかないです、うん、なんかさらにチャレンジできます。そうやな、やっぱ何でもお金よね。お金がないと何もできひんからな。金、うん、やらしいけど、でも実際問題そうやん、絶対今のこの世の中考えると本当に、うん、と思います。というわけで、まあ、2問目が終わったというわけで、はい、まあ、の3問目なんですけど、うん、なんかね急にちょっとね、イメージが変わるんですけど、うん、もしなんか、まあ、よくここ最近のテレビとかでこうタイムリープっていうんですか、あ、リベンジャーズみたいな、はい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 、テレビとかでタイムトラベルっていうんですかね、こうタイムトラベルは分からん時を戻そうってことですかね。まあ、戻すというかそっちにこう体験、過去と未来どっちに行きたいですかというわけで、あ、全然過去やな、はい、だって未来は変えれるやん。間違いないです、うん、全然過去、え、過去に戻ってまた戻ってくるの、はい、今に、それとも過去に戻ってそっからまたスタートできる、どっち、そっから、うん、まあ、なんかもともと自分 の、うん、やらかしたこととかをこう変えてあげて、なんかいわゆるリスタートできるってことや。あ、そうですそうです。ああ、ほな絶対過去、うん、そこはね、うん、過去に断じて、断じて過去やな。なんか失敗というのかやらかしたことがあるとかですか。いや、やらかしたっていうか、まあだから今振り返ってみるともうちょっと真面目にやっとけばよかったなって思うよな。あ、こう生きてるとね後悔しか、ね、ないですね。いや、でもこの人生はこの人生楽しいんやで。楽しいけど思い返した時に、あ、もうちょっと真面目にしてたらまた違うもっといい人生があったかもなって思う時がふとあんねん。ね、うん、まあ、人間絶対ありますよね。多分こうやって動画見てる、まあ、最初は数少ない人たちと思うんですけども見てね必ず絶対思うと思います、これは。うん、そうやねと思うで俺も、ね、最初はこんなもん知らんがなみたいなね、未来派の人もおると思いますけど、意外とこう数年ね生きてみるとちょっとした後悔が、絶対過去やわ、ね、もう一択、もうこれは動かないっていうところで、そやな、それでいきます。はい、で、まあ、その次なんですけれども、はい、なんか皆さんやっぱコロナ禍なんでね、ちょっとこう室内でこう趣味が出来上がったりとか、あまりこう外に出かけることが減っちゃったと思うんですけど、確かに確かにめっちゃ減ったわね、うん、その最近の趣味というのかマイブーム、マイブームですか、はい、あ、え、それこそそんな YouTube ちゃう、もう最近始めてさ、ね、今もうなんかすごいやる気に満ち溢れてるじゃないけど、でもまあもうなんか比較をいろいろ考えるようになったな、こう普段から、
なるほど。考えることがだから YouTube 思考になってきたな、話だけど。まだこんなん全然思考というか2本目3本目ぐらいの動画やけど、はい、そうなってるかな今。なんかこうアイデアが浮かび上がってくるみたいなところですよね。てか今までは考えることがなかったやん、その YouTube のことを。だからまあまあ間違いないです。だからこう別に企画思いつくことがないけど、こうやろうと思ってから、まあ、考えるようになって、あ、こういうことしたらおもろいんちゃうかなとか、お友達誘ってあれしたらおもろいんちゃうかとか、ね、まあいろいろこう考えるようになったな。それを実現できたらええけどな、していきたいな。もうそれは動くのみですね。うん、まあいろいろノートには書いてんねんけどな。ね、でもそのノートに書くってものすごい大事ですよね。そうと思って、野球とかサッカーとか練習でやったことを書いたりすると割とこう、あー俺全然やってこんかったけどな。まあまあなんかね、大谷翔平とかね、要そういうのやってたっていう話を、まあ、どこのテレビで聞いたことがあったっていう話だったんですけど、あれはもうやばいよ、もう人間じゃない。超人すぎるわ。大谷さん、そう、一部の動画ですごい人間扱いされない。いやほんますごい。もうな、でも見てたらおもろいわ、ね、もう応援したくなるよな。うん、あんな若いのに、ね、めちゃめちゃ受け答えもしっかりしてて、多分もっと若い時から、今でこそすごいしっかりしてるけど、もっと若い時も受け答えとかインタビューとか見ててもめっちゃしっかりしてたで、ね、もうなんかもう全然レベチ。花巻東高校とかもね、うん、もうあの世代とか、あの時代か、あの時代からうらーって投げてた時のね、そう、もうやばかったな。うん、テレビでやべえやついるみたいな感じで、そうやな、めっちゃ大谷の話になって思ったな。いやもうね、趣味言うてたのにみたいな。そうやな。まあ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 、でもほんまそんな感じかな。こういうちょっと話の脱線もありきりの質問コーナーではあるんですけども、あ、うん、まあ、これまでの、まあ、次の質問ではあるんですけども、うん、なんか人生の中で一番楽しかったこと。そんなの選ばなあかんの一個。そうなんですよ、めっちゃむずいな。あ、ね、ありすぎて、まあなんかちょっと選ばれへんと思うかもしれないけど、あえて選ぶならっていうことですね。楽しかったことか、はい、まあなんかトップ3みたいな感じでもいいんですけど。それ事前に聞かせれたら考えたけど、今パッと言われるとな。ありすぎてな。楽しかったことか、なんやろうな、ほんまになんやろう。まあ EC って、まあ今パッと思いついたのは免許の合宿かな、はい、合宿鳥取まで行ったんやけど2週間。えらいまた遠いとこ行きますね、うん、でもなんかその時は俺らの世代は鳥取が人気やってん。行った時に結構関西のコーラとかやっぱおって、はいはいはい、そう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 、なんかもう合宿イコール鳥取みたいな、なんかあってん、なんかその当時は謎のね、ブームがあったと。そう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 、で、はい、まあ俺こんな性格だから、初日で京都の男の子1個下の子かな、俺19で免許行ってんけど、はい、18の子ら京都の男の子2人と仲良くなって、はい、でもそっからもうその晩も一緒に、その子の部屋か、その子の部屋行って結構まあワイワイして、はい、で、まあ、もう二日目とかからどんどんこう、まあ、友達が増えていって。はい。うん。で、もうだから結局、毎晩毎晩ワイワイしてて、いろんな人と、はい。カラオケ行ったりもしたし、ラクダに乗りに行ったりもしたし。ラクダ。うん。ラクダ。ラクダ。鳥取砂丘な。あ、はいはいはい。鳥取砂丘にラクダ乗りに行ったりもしたし。なんか、合宿っていうか、その、完全に旅行になってます。旅行やったな。合宿はおまけみたいな。あ、旅行に来たついでに免許取っとこうかな、ぐらいの。はいはいはい。感じやった。今思ったら。ね。楽しんでますね。うん、遊びという。楽しかったな。ほんで、まあ自分の部屋で寝たんも、2週間のうち多分1日寝たか寝てないかぐらい。しかも寝たっつっても、もうめっちゃ朝、方にちょっと仮眠取りに行ったぐらいだと思う、多分。そもそも運転しに行ってんのに、それってどうやねんみたいなところありますよね。でもその時は若いし、やっぱ優先順位がさ、ね、うん、やっぱまあ変わってくるやん、ね、そうで、まあ結局2週間みっちり遊んで帰ってきたっていう話なんやけど、まあその最終日とか全員、その仲良かったみんなが全員卒検合格したわけじゃなくて、中に落ちた子持ってんか、でその子とかが最後こう俺らがバス乗って帰るときに一人だけ残ってるやん、で泣いてんねん、もう心痛くて、もうめっちゃあれはまだ泣き顔は鮮明に覚えてるな。その人たち、まあ当時、うん、合宿に行った人たちとの関わりとかは実際あるんですか、うん、帰ってきてからいっぺん京都は会いに行ったかな。
はいはいはい、うん、であとまた別の仲良くなった子らで大阪と愛媛県か、はい、愛媛県の子と3人で1回集まったかな、はい、うん、それ以降はまあないかな、まあ、なかなかみんなバラバラやし、うん、なかなか集まることもな難しいし、うん、まあでもそれいい思い出かな、ね、おもろかったな、うん、実際そうやって人とのこう出会いってね面白いもんですよね、うん、ほんまにてな感じです。 OK です。はい、というわけで、まあはい、こんな感じで、はい、まあ、なんかね、ちょっと聞いてみたいことというのかね、まだ、あ、質問の、うん、他の独断と偏見やな、独断と偏見です、うん、なんかこうネットとかでね、よく聞かれる質問コーナー、100選っていうのとか適当に引っ張り出してその裏の事情を話すタイプな、ね、言っちゃうんですけど、うう、ね、まあなんか一旦こうちょっと、まあ、1つぐらい言わせてもらったんですけど、うん、まあ、そんな感じで今回は終わろうと思うんですけど、うん、はい、わかりました、はい、まあまあそやな、これで僕のことをね、まあ、そんなに知ってもらえたかって言ったらそうでもないと思うんですけど、もうこんなこと聞きたいとかもしね、あればコメント欄に書いてもらえたらまた第2弾の質問コーナーするかもしれないんで、はい、まあ、もうコメントがある程度ないとねやっぱできないんで、みんなコメントしてくれると嬉しいですね。誹謗中傷コメントも全然やってもらって大丈夫、はい、僕メンタル強いんで大丈夫ですいじめちゃってください。はい、はい、鋼のメンタルの持ち主なんで、はい、鋼面です。はい、はい、チャキーンとかなりそうっすよね。そうやろ、そうやろ、なんかうまいことやっといてはい、じゃあまあそんな感じでね、この動画がねいいと思ったらチャンネル登録と、高評価グッドボタン、あと拡散の方をね、してもらえたらありがたいです。では今回これで終わります。ありがとうございました。